さあ始まりました動物の森、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、虫捕り大会があるらしいので、早速虫捕り大会に参加したいと思います。お、みんな虫捕ってるね。いいねいいね。お、レックスさんです。とりあえず説明聞きましょう。はいはいはい。3分以内にたくさん虫を捕まえると。あ、ポイントね。魚釣り大会と同じ感じだね。はいはい、参加 します。お、初めての人無料。はい、参加しましょう。3分ね。はい、頑張ります。よーい。あ、やばいやばいやばい。スタート。よし、じゃんじゃん虫取っていこう。どこにいるかな。あ、いた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 。捕まえます。1匹。お、バッタがいる。お、捕まえた。よし、2匹目。ミツバチ、鼻の上にミツバチが。あー、行っちゃった。ちょっと待って、蝶々いたよね。よし、捕まえた。3匹目。意外に虫飛んでないな。いたいたいた。アゲハチョウ。ちょっと全然捕まえられない。はい、え、はい、よし、捕まえた。4匹目。いた。バッター。時間がやばい。あと30秒しかない。ゲット。アワスジアゲハ。あと10秒。あ、捕まえた。よし、モンシロチョウ。あー、終了です。7匹。はい、捕まえてきました。虫の息吹。はいはい、虫かごにね。はい、買い取り。結果発表。はい、7匹だから。おお、9ポイント。いいじゃん。好成績なのではないでしょうか。よし、ポイント確認してみましょう。9ポイントね。あ、10ポイント貯まったら交換できる。なるほど。じゃあもう一回やってポイントを貯めましょうか。はい、あー、500ベルね。まあしょうがない。はい、3分。はい、よーい、スタート。終了。お、ギリいけてないか。よし、じゃんじゃんポイント稼いでいこう。よし、じゃあどんなのもらえるかポイントの交換の確認をしてみましょう。25ポイントだから。はいはい、家具。ありがたい虫かご。もう一個かな。はいはいはい、カバン。蝶々のバッグ。へえ。はい、ありがとうございます。よし、じゃあこの辺でちょっと見てみようか。もらったもの、これ、ありがたい虫かご。飾る。あー、なるほどね。はん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 。あんまりいらない感じのものではある。よし、次。もう一個が、蝶々のバッグ。これ、つけてみよう。どんな感じ？
あー、かわいい。これはかわいいかも。お、いいじゃん、いいじゃん。これはいいですね。じゃあもうちょっとポイント稼ぎをして、もうちょっとだけ交換してみようか。よし、8匹捕まえた。よし、じゃあ交換します。おもちゃのゴキブリいらないな。ということで、今もらったおもちゃのゴキブリ確認してみましょう。うわー、全然いらないやつ、全然いらないやつですわ。ちょっと返したいぐらい。ちょっと確認しましょう。クモの巣、あー、これは壁か。おもちゃのゴキブリはさっき見た。アリ塚、うわー、いらない、全然いらないわ。ちょっと気持ち悪いわ。あとこれ、インセクトアロハ、これ着てみようか。あー、なるほどね、虫のアロハね。あー、ちょっと可愛いかも。でもまあいらないや。まあ、今回一番可愛かったのはこのこれですね、蝶々のカバン、これが一番可愛かったね。そんぐらいかな。じゃあ池釣りしよっか。16時までの魚だから、ショートダイ、ランチュー、ライギョ、ランチュー、ライギョ釣りましょう。どこで釣るのがいいかな。ここかな、やっぱりここで池釣りしよう。マキエさんもね、ちょっといっぱいスタンバってきました。よし、じゃあショートダイ、ランチュー、ライギョ頑張ります。これ来たんじゃない、一発目にして。帰る。このね、投げる位置難しいんだよね。来たー。待って、そんないいんですか。いいんですか、まだ第1匹目なんですけど。いいんですか。雷魚スネークヘッド、へえ、確かに変な顔してるわ。すごすぎる。どんな運いいのよ。じゃあ、あとはランチュ、ショー、ショーが出るまで餌まきしましょう。ランチュ、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 帰るー。うん、待って、魚博士になった。あー、なるほどね、図鑑を埋めたからね。おー、60匹埋まりました。おー、いいね、いいね。ランチューだけちゃちゃっと釣っちゃいましょう。来たー。待って、これ運良すぎじゃない、こんなに早く釣れるなんて。え、だって魚の巻き餌まだ10個使ってないぐらいしか使ってないんだけど、すごいわ。なんということでしょう。やばいわ、ちょっと、なんということでしょう、早すぎる。はい、起動しましょう。ランチューとライギョ決定。よし、見に行こう。ここか、ここかな。ランチューいました。どれ、あ、これか、顔がぷくってなってるやつね。おお、優雅に泳いでますね。いいね、いいね。雷魚はここ、雷魚、あれだ、止まってるやつ、あそこに止まってるやつ、あれが雷魚ね。へえ、だいぶにぎやかになったね。ここ一匹もいないけど、何なんだろうね。よし、ということで今日は目標を達成してしまったので終わりにしたいと思います。あとね、釣ってないのが、夜に釣らないといけないエンドリケリー川とデメニギスが海ですね。この2匹釣ってないね。あと桟橋でローニンアジとシイラ、この2匹を釣ってないので、また明日挑戦したいと思います。これなんならさ、もう夜に始めて4匹釣るぐらいの勢いじゃない。今日みたいに巻き餌10個以内とかで釣れちゃったら、もう瞬間で終わっちゃうからね。ちょっと夜にとって4匹頑張ってみようかな。じゃあ明日はそうしましょう。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。